こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから私の気になったことをピックアップして、皆さんにお伝えしなきゃってことを、日本びいきでお送りしていきます。最後まで見ていただけたら幸いです。気に入っていただけましたら、チャンネル登録&グッド、お願いします。やりましたね。日本保守党が3議席を確保したのは大躍進ですね。今後の活躍と発展に期待しているまりなです。以前ラブリー日本で取り上げた K-POP の縦読み漫画、エルトゥン。新規上場3ヶ月で株価半で、さらに集団訴訟まで発展する可能性もあるという残念なお話をしましたが、その後、いろいろ記事で取り上げられましたね。それもこれも、ことごとく残念な話ばかりなのですが、K-POP お得意のステマなのでしょうか。まだこんなタイトルで煽っているのです。ヒット作を量産、縦スクロール漫画。の舞台裏ブームから1年月1億円以上売り上げる作品も。このタイトルは10月21日東洋経済さんからですね。ブームなんてないのにウェブトゥーンってすごいって話でしたが、大した内容ではないので割愛します。またこれは警告後の自国の報道ですが、ネイバーウェブトゥーンの生態系構築戦略、既存の漫画とは違う強み、インドネシアのウェブトゥーン読者のうち 75% 使用だなんて煽っています。これも自国のホルホル記事でしたので割愛します。そして一歩踏み込んだ記事がありましたので取り上げます。本日は警告漫画ってなんだよ、ピッコマもライン漫画も警告売り込みに必死、でもやっぱり中身がねです。縦読み漫画ウェブトゥーンには何が足りないのか、読者の声から見えてきた創作性という課題。2024年10月24日、ヤフーニュース。その前に現在の日本の漫画と K-POP の漫画の市場規模が分かりやすい現状を報告。1、世界市場規模。日本漫画1兆6000億円。K-POP漫画1800億円。2、海外ユーザーが選ぶ人気漫画トップ100、マイアニメリストから。日本漫画96作品、K-POP漫画4作品。3、海外ユーザーが選ぶ人気アニメトップ100、マイアニメリストから、日本アニメ100作品、K-POP アニメーション0作品。4、海外ユーザーが選ぶ人気キャラトップ100、マイアニメリストから、日本作品キャラ100、K-POP作品キャラ0。現状はこんなもんです。それを踏まえて、記事内容です。MMD ラボ株式会社が運営する MMD 研究所が10月16日、縦読み漫画、Webtoon 利用に関する調査を公開した。MMD 研究所は、15歳から69歳の男女1万5000人に対して予備調査を行った後、Webtoon 閲覧したことがある311人を抽出し、本調査を実施。Webtoon をどんなアプリで読んでいるかや課金経験の有無など、利用状況に関するアンケートを行っている。この記事では、日頃からピッコマと LINE 漫画で Webtoon を愛読し、ピッコマでは課金ユーザーの上位 10% 以内に入るヘビーユーザーである筆者が、主観を交えて調査結果について分析していく。巨大 IT 企業が運営する文化、Webtoon。前提として、Webtoon は K-POP で生まれた新たな漫画文化だ。Web での掲載を前提とし、縦スクロール形式で描かれることが多く、日本の漫画などよりも映像的な表現が得意だとされている。そして、Webtoon を語る上で欠かせない重要な要素が、ビジネス面での革新性だ。日本でも人気のピッコマや LINE 漫画は、それぞれカカオトーク、LINE と運営を同じくするサービスだ。待てば無料で読める、という形式の採用や、優秀な原作をめぐった小説投稿サービスの買収合戦など、巨大プラットフォーマーが運営母体だけあって、そのビジネス的な規模や革新性は、既存の漫画文化と比べても、大きな差異があると言えるだろう。ビジネス面での評価に創作性が追いついていない現状。今回 MMD 研究所の調査においても、Webtoon の良いと思うところ、を問う質問に対して、スマートフォンで読みやすい、が 37.2%、手軽に読むことができる、が 28.2% と上位に。一方、ストーリーが面白い、は 15.6%、世界観がわかりやすい、は 14.1% と、作品の物語に関する項目は下位に収まっている。世界観については、
Webtoon では渓谷や中国の神話的な世界観や武教小説の世界観を背景に描かれる作品も多いため、日本の作品と比べて相対的にハードルが高くなってしまっているという点を考慮すべきだろう。とはいえ、10月にはネイバーウェブトゥーンの株価の下降に伴い、実際に読む価値のある作品を見つけるのが難しい。一つの作品が人気を集めると、似たようなジャンルの作品が次々と登場し、多様性に欠けるといった指摘が報じられている。ビジネス的な評価に対して、創作面での評価が伴っていないというのは業界全体の課題となっている。中略。こうした調査結果は、Webtoon ヘビーユーザーである筆者の主観としては矛盾するようだが意外性と納得感が共存するデータだった。というのも、読者投票によって順位が決まる次に来る漫画大賞2024においてコミックス部門の大賞を取ったのは週刊少年ジャンプで連載中のカグラバチ。ウェブ漫画部門の大賞を取ったのは少年ジャンププラスで連載中の普通の軽音部。いずれもジャンプブランドの作品だった。一方で、LINE 漫画内で1億 PV を突破したことが明かされている神地の救世主は、次に来る漫画大賞2024にノミネートはしているものの、最終的な結果ではトップ20にも入っていない。日本の Webtoon 市場においては、2022年頃から SNS を中心としたファンダムコミュニティの盛り上がりが既存の漫画文化と比べて弱いと指摘されていた。以下省略。まず気になったのは、漫画って言ってるけど、漫画の間違いですよね。一番大切な創作性が警告人に足りないことを記事にしていることでしたので、信じるに足る記事内容でした。ただ、次に来る漫画大賞、2024にノミネートはおかしいですよ。次に来る、漫画大賞2024ではありませんか。だって、漫画と漫画は全く別物でしょう。それとも、漫画は、いつ頃から漫画に吸収されたのでしょうか。教えてください。それとも漫画はもう終わってしまったのでしょうか。世界に羽ばたく漫画文化って言っていましたよね。あれはどこ行っちまったのでしょう。さて、これらの記事を見た視聴者からのコメントが秀逸でしたので、ご覧ください。海外で縦読みアプリが人気の理由は、日本の漫画が読めるからと答えが出てます。ヒット作を量産と記事では書いてるが、Webtoon の人気は弱く、欧州ではすでに撤退してます。渓谷では少し前に、Webtoon は日本の漫画を超えたとメディアが騒ぎ立てたが、縦読みアプリのランキング上位は日本の漫画が席巻してる。日本の漫画が読めないから、縦読みアプリを通して、日本の漫画を読んでる人たちは非常に多い。海外での Webtoon の評価は、日本の漫画の真似事、オリジナル性を感じないと K-POP と同じような評価をされてる。日本の漫画で見たことあるような展開、構成、小回りと Webtoon の独自性が感じられないと言われてる。スマホで縦にスクロールしやすい以外、強みがないし、日本の真似ばかりしてるうちは、Webtoon が日本の漫画を超えるのは難しいと思う。そったね、その通りだね。てか、ヒット作を量産とまで述べる記事なら、Webtoon といえばこれ。みたいな作品5つくらいはあげてほしいですね。あります？そんなの。また Webtoon の肝は縦読みだと思いますが、縦に読み進めることでしか表現できない傑作が出てこなければ Webtoon の意味がありませんよ。度級の才能を持った作家さんがそんな傑作を作り出してくれることを期待してます。そんな日が来るのかは分かりませんが。そったね、そんな日は縁に来ることないよね。縦読み漫画で面白かったのは、縦の国と氷の城壁なんだけど、どっちも日本の漫画なんですよね。 Webtoon は1ページに占める情報量が少ないですが、この2作は横読み漫画同様の情報量を入れていました。それでも単行本化の際にはわざわざ横読み仕様に書き直すという手間がありましたし、日本ではあんまり流行らなそうです。そったね、マリナもそう思うよ。 Webtoon はインターネット記事を読む感覚で漫画が読めるのが最大の売りなんだけど、それが良いことなのかもわからない。選択肢が増えるくらいでスライドさせるのも加減があって、勢いが強くなって行き過ぎてしまうこともある。
それを補うだけの魅力のある作品が生まれてるかというと、まだまだ本数は少なく市場規模も小さいけど、これから伸びていくのか、縮小していくのか。日本式のページをめくる漫画の方は、ウェブでも同じような感覚で読めるし、浦沢直樹先生が解説してたけど、作家はページをめくるタイミングまで計算して執筆してる。ウェブトゥーンに、そこまで計算して執筆している作家がいるのか、今後現れてくるのか、流行して定着するための条件になると思う。そったね。そんな繊細さを持ち合わせている警告人を見たことないよね。一番共感したコメントはこちらです。ウェブトゥーンは朝鮮人に何が足りないかという話と同じ。なるほどね。そったね。深いね。わかりやすいね。さすがだね。納得。ちなみにマリナはウェブトゥーンを見たことがありません。それは漫画に興味がないからです。山本選手ありがとう。ドジャース2連勝あと2勝頑張れドジャース。おばあちゃんとママとメジャーリーグのワールドシリーズの中継にまんまとハマっているマリナでした。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんいろいろなご意見がありますよね。コメントご意見お待ちしています。伊藤マリナでした。またお会いできるのを楽しみにしています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録&グッドお願いします。チャンネル登録&グッドお願いします。メンバーシップ、マリナ支援もよろしくお願いします。